丹波豪雨の被災地支援の一環として、今年5月に植えられた米を関西国際大学の学生たちが刈り取りました。関西国際大学は2014年の丹波豪雨災害を機に被災地支援の一環として丹波市と連携協定を結んでいて、今日は丹波の農業を知ろうと学生たちおよそ10人が春日庄前の稲刈りを体験しました。学生たちは今年5月に田植えをした田んぼでコンバインを操作して米の収穫に挑戦。その後、鎌を持って一株ずつたわわに実った稲を丁寧に刈り取っていきました。ハンドルが硬かったんで、硬くて難しかったです。やっぱり重労働だと思いますね。ずっと中腰で、しかも暑いですんで、結構大変です、ね。学生たちは地元の名物を食べたり苦労話を聞いたりするなど農業の大切さを学んでいました。